株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、日本のパチンコ機やパチスロ機、ゲームソフトなどの大手製造メーカーである。パチスロ機の大手メーカーで、ミズホ、エレコ、メイシー、アクロス、ユニバーサルブロスを合わせた6社で、パチンコパチスロ機の製造、販売を行っており、これら子会社のパチスロ機種も、ユニバーサルブランドとして認識されている。また、 エンターテインメント業界自体にも強みを持ち、映画、格闘技などのイベント主催、協賛などを数多く行う。1998年に社名を、アルゼ株式会社に変更した。由来は、アーキプタークスユニバーサル A2、Z エンターテインメントの構成。また、A2、Z エンターテインメントと表されているように、何でもあるぜということから。二千九年十一月一日。 原点に帰る姿勢として、社名を創業時のユニバーサルを冠する株式会社ユニバーサルエンターテインメントに変更した。2000年代前半から週刊文春、週刊新潮にて架空の社員、あるぜ、君がベンチャー企業家や文化人などを取り上げるコラム型の記事広告、あるぜ君をほぼ毎週出稿していたが、 2012年7月第2週発売号を持って掲載を終了した。2017年6月開催の株主総会において、決算期を3月から12月に変更することが決議された。創業当初はジュークボックスコイン投入式遊戯機機械、アーケードゲームと参入している。 1984年に海外のみで発売されたド・ラン・ランの日本版である1987年のスーパー・ピエロが旧ユニバーサルブランド最後のビデオゲームとなった。その後、アルゼ時代に再度アーケードゲーム市場に参入し、後日のプラットネット対応作品や買収したセタのマザーボードであるアレック64対応のタイトルを数作出すものの再度撤退している。 同じく今週末には主にパチスロ移植作品をリリースする目的で、プレイステーション後期にようやく参入し、精力的にパチスロシミュレーションゲームを世に送り出した。子会社の日本アミューズメント放送ブランドで発売された作品もある。それ以外のジャンルとしてはノーチラスが開発したシャドウハーツシリーズがあったが、アーケードゲーム業界から撤退と同時に、 コンシューマー作品のリリースが途絶えている。詳細は、レーザーディスクゲーム及び、カテゴリー、レーザーディスクゲームを参照ユニバーサル販売時代は、カジノ向けのスロットマシンを手掛けていたが、ビデオゲーム同様に開発、販売は途絶えていた。その後、アルゼ時代に買収した、SNK 及び、アドアーズの開発部門を統合し、国内メダルゲーム、 およびカジノ向けマシンの開発を本格的に再スタート。パチスロで採用されたリール部分が透明な液晶を使った筐体や旧シグマ製タイトルのリニューアル版など数多くのタイトルをリリースした。その頃のゲーム機は今でもアドアーズ店舗、セガ店舗などで見ることができる。しかしビデオゲーム同様国内向けのアーケード撤退に伴いメダルゲームの販売も終了となった。 カジノ向けマシン開発は現在でもアルゼブランドのまま積極的な開発、販売が続いている。特にマカオでは他の日本メーカーが苦戦する中、アルゼブランドの場から大小の人気が高く多くのカジノで見ることができる。ユニバーサル販売時代から名シー販売、水保製作所を系列に置き3社で一つのユニバーサル系を構成していた。時代には 新規参入したエレクトロコインジャパンとも提携したが、同社はイギリスのエレクトロコイン社の日本法人であり、アルゼの直接の系列会社ではなかった。後に育児はアルゼの系列に入り、2000年にアルゼは水保製作所と育児を吸収合併し、新たに100%個会社の水保とエレコを設立した。ユニバーサル本体は2015年に、 日電共を脱退しており、現在は、エレコミズホ・メ名シーアクロス、ユニバーサルブロスの、敬語者が、ユニバーサル系となって、パチスロ機を開発、販売している。スロット機、ミリオンゴットの代替機として導入された、ゴールド X では、液晶制御基盤に残っていたバグが発覚したことから、攻略を受け、0、1、2、3、4号機のすべてで攻略を受けた。 ゴールド X のバグ問題をめぐっては、パチンコホールの業界団体である全日本遊戯事業、共同組合連合会が中心となり、アルゼに対し責任を追求する会を結成して、アルゼに損害賠償を求める訴訟を起こし、すでに関東、中部地方での訴訟では、アルゼ敗訴が確定しているほか、中国地方の訴訟もパチンコホール側に、アルゼが 和解金を支払う形で和解が成立している。4.05期時代は、業界で、初めて告知ランプを設置、チェリーバー、ソレックスバックライトフラッシュを採用し、盤面にあるウィンは告知ランプの役割をしていたが、モーニングサービスが行われていたため、告知ランプを断線した店が多かった。しかし、その後クランキーコンドル以降の技術介入路線で、成功し、様々な機種の大ヒットにより、 当時の最多シェアを誇った4.1号機以降になると AT 機、ST 機の登場で技術介入路線は終焉を迎えたことから苦戦を強いられた。実際、上記のミリオンゴッド以外のヒットはなく他社機種に押されるようになり導入しても単名で撤去されることが多くなった。またミリオンゴッドも検定取り消し処分を受け撤去された。他メーカーが5号機の開発に 消極的だったのとは、対照的に2005年にデビルマン、桜大戦を投入して以降5号機を積極的にリリースし続けている。初期はアニメとのタイアップ作品が多かったが、最近は往年の名機と呼ばれた大のリメイク版も多くリリースしている。同社の初期の5号機の特徴として通常6段階用意されるのが一般的な台の設定が、 二段階となっていたことが挙げられる。また、キューティーハニーなど有効ラインを一ラインとし、入賞図柄の組み合わせを工夫することによって5ライン機同様のゲーム性を持たせた台も存在している。ただし、現在は5ライン機を中心に販売し、バトルシーザー XXX が3ライン機になっている。アルゼ系列の二段階設定は、2006年のクランキーコンドル X 以降は、 設定を3段階とし、2007年のアオドン以降は、設定6の上に、設定 H を加えて4段階になった。アルゼの、設定の段階を減らすという発想は、その後、三協、ネット、ヤマサ、ヤーマ、大都議県等がこれに追随し語後期で4段階、設定を採用した。パチスロ業界での高いシェアを背景に、パチンコ機にも進出し、 大当たり設定等を6段階に変更できるパチコンといった独自性のある機種を発売した。2004年に発売された業界初の全面液晶パチンコ機 CR スズメミカドクラブにおいては事前に代金を回収した上で納期3日前になってホールへの納期遅延を通告する等のトラブルがあった。2005年の CR シンドバットアドベンチャーを最後に一時新機種のリリースが途絶え、その後2007年には CR サンダー V、2010年に CR ミリオンウォードプレミアムを発売しているが、パチスロと比べパチンコ機の販売では苦戦を強いられている。文中の会社名略号は以下の通り、出展、パチスロ機種情報、機種インデックス出展、パチンコ機種情報、機種インデックスかつては、 アミューズメント、ゲームなど幅広い分野で開発競争に参加、特に2002年頃から2006年頃にかけては、プラットネットというシステムによるネットワーク対戦やトレーディングカードなどの最新要素を取り入れたアーケードゲームの開発に注力していた。しかし、2007年にカジノ向けゲーミング部門を除くゲーム事業から撤退、未発売のタイトルはすべて開発。 発売中止している。特に、プラットネット対応タイトルはそのほとんどがかなり完成していたにもかかわらず、タイピングゲーム、タイプトゥーンズがごく少数の店舗で稼働したのみで、他はすべてショーでの展示や、アドワーズでのロケテストしか行われないまま未発売となった。さらに、スーパーリアルマージャンシリーズなど、多くのシリーズタイトルが終了している。 ゲームセンター運営でもアドワーズとの資本関係を解消し、直営のゲームセンターはアドワーズに売却した。このようにゲーム業界からは撤退した形となり、後にジャンマからも離脱した。2007年10月、会社分割により持ち株会社に移行し、パチンコパチスロの開発部門を、株式会社セブンワークス同販売部門を、 アルゼマーケティングジャパン株式会社として分割。アルゼ本体は事業持ち株会社として特許、不動産等の管理や基礎研究、パチンコパチスロ台の製造等に特化した形となった。しかし、経営効率化を主眼に2009年2月にアルゼマーケティングジャパンを存続会社としてセブンワークス、アルゼレンタルサービス、アルゼグローバルトレーディングの3社を合併。 セタを解散。さらに、同年6月1日には、アルゼマーケティングジャパンを、アルゼ本体に吸収合併し、持ち株会社化から2年足らずで、元の体制に戻っている。2002年には、前田健二元警視総監が、常勤顧問に就任した。2008年に一度委員会設置会社に移行したが、2010年6月に株主総会の決議を経て、 再び関西役会設置会社に戻っている。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙において、自由民主党の候補、石原博志高が、ユニバーサルエンターテインメントに選挙支援を要請し、同社社員を選挙運動に従事させていた。同社は、社員3人を派遣して、給与を支払っており、法的な問題を弁護士から2000、 また同社は選挙運動で遅くなった、際の社員3人の宿泊費や交通費、食事代も負担していた。この件について、石原は、同社社員は、有給休暇を利用しており、また事務員報酬は、実際には支払っていなかったとして、2013年4月23日付で、選挙運動費用収支報告書を訂正した。また、 石原博志高の妻が代表を務めるコンサルティング会社がユニバーサルエンターテインメントからコンサルティング料として2011年6月から2012年末まで毎月100万円、計1800万円余りを受け取っていたことも明らかになった。この件について石原はお答えできないとして説明を拒み一連の件についてユニバーサルエンターテインメントは 社員の意思で1ヶ月ぐらい応援に行ったと聞いている。会社が強制した事実はない。コンサルタント契約など、個別のことは承知していないとコメントした。女子陸上競技部、ユニバーサルエンターテインメントアスリートクラブを有する。陸上競技指導者の小井出義雄が代表を務めるスポーツクラブ、桜アスリートクラブと r との業務提携により2004年1月13日に、 実業団陸上チーム、アルゼアスリートクラブとして設立。所属選手は、桜アスリートクラブで、小出の指導を受けながら、日本実業団陸上競技連合加盟の実業団チームの選手として、各種陸上競技大会に参加している。全員が中長距離の選手で、他の実業団からの移籍選手も多い。全日本実業団対抗女子駅伝には2007年から6年。 連続出場をしており、2012年の第32回大会では2時間17分35秒という記録で初優勝を果たした。2017年も優勝したが、所属選手のドーピング違反で優勝は剥奪された。下記はかつて同陸上部に所属し活躍した選手である。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ユニバーサルエンターテインメントアスリートクラブに関するカテゴリ ありがとうございます。